んのおはぎです。正十五です。幸福堂さん知っちょった？うち知っちょる知っちょるんですけど食べたことがなかった。6種類のおはぎ全部3個ずつ買ってきました。おはぎ、白あんおはぎ、ずんだおはぎ、さくらあんおはぎ、きなこおはぎ、あん入りきなこおはぎ、いただきます。おはぎから、まあおはぎだけど、うわ、ぎっちりといった感じですね。めっちゃ繊細なしっとりおはぎです。この小豆がね、優しい美味しさです。めちゃくちゃ上品ですよ。で、食感が邪魔しないというかね、スッと入ってくる感じです。これ美味しいね。どこか懐かしいようなね、味わいです。だれたれた。白あんおはぎ、これは珍しいね。白あんは珍しくないけど、白あんをおはぎにしてるところが珍しい。素晴らしい。うん、上品ですね。甘さはね、しっかりありますよ。でもね、後に残らない甘さです。大好きなね、こしあんっぽいんですけど、ちょっとね、粒もあるんですよ。なんかそれがね、いい。
まい。ずんだおはぎ、あんたっぷりよね。全体的に割とね大きめなおはぎです。甘さがちょうどいい、混じりっ気のない美味しさですね。すごく細かく刻まれたずんだの豆の食感です。これは技ありですね。すごっ。もうちょっとしたらコシなんですけど、そこの際どいところが今まで食べたことがない食感。時期ですね。かわいい、きれいなピンク色。ほら、うわ、究極のこしあんです。鶏り感がすごい。そしてもち米、おはぎのとこね、一体感があって一つの芸術を食べてるようです。いや芸術だよね、ここまで来たら。桜の花びらのね、塩気がよく効いてます。うまい。本当に美味しいのってね、ここが美味しくない？ずっさーっていくところがうまい。きなこおはぎ、これ入れてくれるときね、おはぎもねザバーって入れてくれるんよ。ありがたーですね。これはあんが入ってないやつね。
はい、おいしい。これはすごい弾力があります。最初の4種類に比べたらちょっと硬さがあるの。でもこのきな粉がね、また特徴的ですね。ジャリジャリ感が残っとる。あの、多分お砂糖のだと思うんですけど、微粒子的なのがちゃんと口の中でわかります。そしてまた香ばしい。最初の4種類のおはぎはすごく繊細さを感じたんですけど、これはね、攻めてる感じ。この感じはめちゃくちゃ繊細なんだけど、口に入れるとすごいハード系になりますね。不思議。きな粉ですごいことになっちゃう。きな粉あんおはぎ。あんおるね。甘さ控えめで繊細なあんがしっかり入ってます。見た目はね、そんなに入っとるね入っとったわ、ほら。めっちゃ入っちゃった。入っちょるんよ。入っとるからね、口いっぱいにあんの美味しさが広がります。ふっくらした小豆がね、口の中に残るのが最高です。こしあん派なんだけどな。美味しい。近いやろ、わざと。なんかこう自分でも食べてると思わせたいという近さです。疑似体験ね。決して気持ち悪さを前面に出しているわけではありません。ごちそうさまでした。幸福堂さんのおはぎ各種大変おいしくいただきました。皆様ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。翔十五でした。
と早くに訪れるべきであったみたいなね。いや本当にね、気にはねなっとったんですよ。でもね、なかなか買うタイミングがなくて、今回やっと買って食べることができました。思った以上にめちゃくちゃ美味しい。他のね種類のね和菓子もたくさんありました。次行った時はね、それも買って食べたいと思います。私のねおはぎの限界4キロなんですよ。でも幸福堂さんのおはぎやったら、これ記録塗り替えられそうです。